マイケル・ジャッコ・ジャクジクは、イングランド出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、音楽エンジニア。主にロックの分野で活動している、マルチプレイヤーで、著名なバンドでは、ファーストセンチュリー・スキッツォイド・バンド、キング・クリムゾンなどに在籍している。1958年、首都ロンドンにて、アイルランド系の親元に生まれる。出生名は、マイケル・リー・カーラン。ジップは、米国人で、実母は、アイルランドのショーバンド、ジャック・ルアネショーバンド、で活動した歌手ペギー・カーラン。1歳の頃ポーランド移民の家庭に養子に出され、名前もマイケル・ジャクジクとなり、ハートフォードシャー州で育った。少年時代から音楽を趣味とし、さらに14歳でロンドンの青少年演劇養成所、ナショナルユースシアターに入団し、演技を学ぶ。しかし本命ではサッカー選手になる夢を描いていたが、15歳の頃に地元の名門クラブワトフォード FC ユースの入団テストで落選した。1974年、養父との確執もあって16歳で家を出る。生活のため、俳優やミュージシャンで生計を立てながら音楽キャリアをスタート。アマチュアバンドを率いたり、ローカルグループを転々とした後、1976年にロックバンド64スプーンズに加入。1980年まで在籍し、ここでシンガーソングライターや音楽エンジニアの腕を磨いた。脱退後、カンタベリー系ミュージシャン、デーブ・スチュワートらとのバンド、ラピッド・アイ・ムーブメントなどを経て、ソロ活動を開始。1982年に初のソロアルバム、サイレシアを制作する。その後1990年代までソロ作品のリリース、レベル42やザ・キンクスなど著名なバンドにもサポートで参加した。2002年、元キング・クリムゾンのメンバーと同トリビュートバンドにファーストセンチュリー・スキッツォイド・バンドを結成。2004年まで活動し来日公演を果たした。これが本家キング・クリムゾンを主催するロバート・フリップの目に留まり、交流が始まる。2007年のソロアルバム、ロマンティック・グリー・クラブに、フリップがゲスト参加するなど、さらなる親交を深め、2011年にメル・コリンズを加えた連名で、ア・キング・クリムゾン・プロジェクトを開始。同年にアルバム、ア・スケアシティ・オブ・ミラクルズを発表する。これらの共演が、プログレッシブロックバンド、キング・クリムゾンの活動再開へとつながっていき、2013年から正式メンバーに迎えられた。以降、同バンドの中心として活動している。2020年には11年ぶりのソロアルバムとなる、シークレッツ&ライズを発表。これまでの人脈から多数のゲストが参加した。生命のジャグゼックは、ポーランド系の姓を誤記されてしまった不正確なスペルである。養父がポーランド移民であり、イギリス移民局担当者の不備によって登録されたものと説明している。そのため発音も含め、正確なものは本人も不明瞭な記憶しかない。音楽的スタイルは、キング・クリムゾンやカンタベリー系グループらのジャズロック、プログレッシブロックなどをルーツとしている。ただし、1980年代以降のネオプログレッシブロックについては、70年代のプログレは多彩な背景を持つプレイヤーが作るから新鮮だったが、プログレだけのファンだった人間がプログレをやってもあまり面白みがないと興味は薄い。64スプーンズ時代に知己となったデーブ・スチュワートとは親交が深く、共演やゲスト参加が多い。私生活では、英国のミュージシャンマイケル・ジャイルズの次女アマンダ・ジャイルズを妻としており、子供が2人いる。ありがとうございます。